みなさんこんにちは、アコシュミです。はい、こんにちは。5時になりましたので、今からですね、はい、アコシュミライブを始めさせていただきたいと思います。トップバッターはですね、私まゆみとですね、DJ2 人でお送りします、モン吉です。はい、早速歌の方いきたいと思います。わけじゃないのに、なんか会った時になんだこいつピンク着てるとかちょっと思っちゃったんですけど、でも寒いですね。3月に入りましたが、なかなか暖かくなりません。春がとっても待ち遠しいというところで、はい、花びらの頃という曲をお送りしたいと思います。I'm not afraid to die.
花びらの頃という曲をお送りしました。ですね、先々週ですね、第2土曜日でしたっけ、先々週は第2土曜日じゃないんですけれども、先々週もここでライブをさせていただいて、まあ、その時ちょっとねお話ししたんですけど、左耳の鼓膜ですけれどもだいぶ回復にもなっておりまして、こう自然にこう穴っていうのは塞ぐらしいですね。で程よく、聞こえてまいりました。でですね、私はブログをやってるんですけれども、ツイッターとかフェイスブックっていうんだっけ、いいんですよね、合ってます、はやってないんですけれども、なんかツイッターってよくわかんないんですが、やってますよね。やってますよ。なんとかナウとか言っちゃう。あれ何？なんか今やもうほとんどやってないですけど、ね、その使い方が よくわかんないんですけど、ツイッターができるとなんかとても便利らしくて、今頃ツイッターなんて話題ちょっと違う感じなので曲いきましょうかね。それではボーカルが BJ に変わりまして、星の下で聴いてください。星の下でという曲をお送りいたしました。
ちょっと水分補給してもいいですか。はい、いいですよ。はい、雨が降ってるとはいえ乾燥してますね。ということで、オリジナル曲を3曲聴いていただきましたが、次はですね、ちょっとあのバラード曲を、バラード曲じゃないな、The Water is Wide というあのカバー曲をお送りしたいと思います。この曲はですね、スコットランドの民謡、日本で言えば民謡ですね。民謡、民謡民謡って言うとなんかあーみたいなイメージになっちゃいますけど、まあ、古くから伝わっている曲です。
もう一曲カバー曲をお送りしたいと思います。今お送りした曲はスコットランドでいうと民謡みたいなお話したんですけど、次はですねボルシング・マチルダというオーストラリアの第二国歌となっている曲なんですが、この曲もですね、もともとの原曲はスコットランドで、どんだけスコットランドの曲が好きなんだって感じですけど大好きです。はい、でウォルシング・マチルダというんでワルツと思いきや全くワルツではございません。これも英詩なんですけれども、内容は放浪者が羊の肉を取って捕まって沼に飛び込むというそんな歌詞だったんです。内容なんですね。でもなんでこんなのが第二国歌なのかっていうところではですね、多分独立独歩を重んじているオーストラリア人だからみたいな勝手な解釈です。はい、聞いてください。モン吉
吉の後はですね、はい、本吉の後は前乗りソウルトングさん、前乗りソウルトングさん、はい、寒いけど薄着てきた前乗りソウルトングさんが登場しますので、お時間のある方は楽しんでいてください。じゃあ最後の曲はワンアンドオンリーという曲でお別れしたいと思います。ありがとうございました。